肩回せ撲滅協会会長の奥田です肩回せ、はい、テイクバックで肩回せってみんな言われるでしょ。肩回しなさい、肩回せって言われてきましたね、はい、皆さん肩回したいんであれば、はい、NHK でラジオ体操見てたら、ね、いっぱいそういう体操出てきますね、はいはい、ということで、ね、今夜もね皆さんと楽しくねゴルフトークをしていきたいなと思っておりますね、はい、サッカートークじゃなくてゴルフトークサッカーではな、はい、ということで、ね、画面上はねゴリラが、あごめん間違えた、フージュプロ、はい、フージュプロが、まあ、いろんなシャフトで、はい、アイアン7万円かな、うんうんうん、打とうとしてるんですけど、皆さんはどうですかね、シャフトってこだわってますか。あこだわってる、見え張ってる、いろいろある。これとりあえず X100 X100 僕振ってる人は 100% 見えっぱりだ、見えっぱり、あ、これはね、まあ、ヘッドスピードが55とか超えてる人やったら使ってもいいかなと思ったりも、線でもない、線でもない、線でもない、まあそれでも使わんでいいんちゃうと思うですね。ワノブロマが読んだら僕はそれでも使わん方がいいなと思いましたね。ということでこれね過去に出した動画なんですけど、これ大人気でしたよね。ああおっしゃったですもん、だってこれ X100 にモーダスの S120 とレディースまで振ってたんかな、はい、レディース4種類ぐらい振ってたかな、あとはあれですね高級クラブですね、あそうだそうだっていうのを振ってたんですけど、まあ皆さんは何振ってますか。皆さん今何が多いんですかね。今何が多いんだ。確かに僕ゴルフ始めた当初は頂き物のカーボンシャフト、めっちゃ古いアイアンヘッド、はい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 、で初めて自分で買ったんが、うんうん、NS950 950のS でしたね。最初から刺さってるやつです。はい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 、まあ何やろう、なんかよく NS950 NS ってこう中折れするとかなんか、ああなんかそういう言葉ありましたね、なんか言うの、あそうなんだ、アマチュアの方でもやたら言うの、うん、NS 中折れ感すごいからなそんなん分かるんですか、へえ、お前どのレベルでお前はい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 、言うんですけど、はい、ブラインドでしたらどうせ分からんやろっていう、間違いないですね、絶対分からないですよね。ということで、あのこの間ね面白いニュース僕目にしたんです、ほうニュース4月の末ぐらいに多分そのニュース見たんですけど、あのヤフーニュースでね、あの石川遼プロがなんか全ホールパーで終わったラウンドが全然2回目とかなくて、それの原因が良くなったんがショットが安定しだしたって言ったんが、あのシャフトを X から S に変えたって、へって書いてあったんです。じゃあ S に変えたらやっぱ安定しだして飛距離も出るし球の高さも出るしめっちゃいいっていう感じで書かれてて、さすが石川遼プロ、石川遼プロ好きなんでね、あなるほど、ね、好きですよね、好きですけど松山英樹プロは興味がないですあの皆さん勘違いしない、興味ないっていうのは、うん、あのあれですよ、嫌いとかじゃない、はいはいはい、好きでもなく嫌いでもない、はあはあはあ、単純に純粋に興味がない、なるほど、はい、すごいのは分かってます、うんうん、めちゃくちゃすごい、もう何ていうの、日本人の凄さっていうのを世界で見せつけてほしいなって、確かに応援はしてるけど、はいはい、ただあの僕なんていうんですか、僕スタイリッシュじゃない人が嫌いなんで、なるほどなるほど、シルエットが、はい、シルエットが、はい、プロゴルファーやねんからプロっていうものは人に見せるスポーツ、なるほど、だから見た目にこだわる、だから石川遼プロ好きなんで、確かに、いやでも石川遼プロそれで批判されてますけど、ね、まあいろいろ叩かれますね、確かに確かに、そんなことをやってる暇あったら練習しろよ意味がわからん、プロやってる、確かに、見せるのも仕事、見せるのも仕事やし、ちょっとそこに魅力があるから人は応援してくれるっていうのもある、まあ、松山英樹プロみたいにね実力だけすごかったっていうのもありますけど、まあ、っていうことで石川遼プロはそんなことやってて、石川遼プロのヘッドスピードより皆さんは速いんですかって、おそうなっちゃいますね、でも石川遼プロアンチも多いから多いですね、多いからなんかそれあんまり刺さらんかもしれんけどちなみにフージュンプロは多分石川遼プロよりヘッドスピードは速いと思う、あそうか、でもね、彼が一番振りやすくて振ってるシャフトは僕のシャフトですよ、ね、あですね、あれ皆さんびっくりしますよ、多分ブロマが買っていただけてる方だったらね、確かに衝撃でしたね、あの、はい、あれのグラム数とか、はい、フレックス方が知ってると思うんですけど、はい、確かに彼だってもう X 振りたくないって言うんだよ、確かに絶対言いますね、絶対言いますね、硬い硬いです、結構トシプロは X 振りたいですね、絶対振りたくない、絶対大丈夫です、あの石川遼、まあ
まあ、プロとしてはこうすごい上の人ですけど、はいはい、そのシャフト変えてゴルフ変わったっていうのすごい共感で、あなるほど、僕はあんまクラブ興味ないんですけど、うんうんうん、僕もシャフト変えてから本当にパーオン率とかそういうのはもう劇的に上がります。でもボスにこうお前そんなことあかんでええよって言って、なるほどね。それからまあそのボスからあの譲り受けたというか、はいはい、譲り受けた、はいはい、かっこちったまだ借りてる状態ちょっと分からないですけど、それに変えてから本当にゴルフは変わりました。ヘッド自体はね、あっちの方がもう、あ、そう、ヘッド自体は変わらんから、もそんなに性能的にはまあどっちも悪くないものだったけど、シャフトが全く別の、なるほど、変わってから球の高さも変わりました。確かに変わったな。で止まりますし、はいはいはい、球ちゃんと高くなって、そうシャフトって大事やな。プロになればなることないし、アマチュア別にどうでもいいけど、まあ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 、そうです。まあアマチュアそれよりスイングやって思う。まあ確かに。ていうか重いの使うなって思うぐらい。はい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 、見えで多い、見えで重いの X100、 ああ確かに確かに、ダイナミックゴールドの敵100、はいはいはい、あれ使ったほんま飽きませんよ。いやでもあれ使ってほんま飽きません。それは別に好みやからさ、うん、もう何て言うの、全否定はしないけど、うまくなりたいとか、そうやって求めるものがある人は使わん方がいいやんね。なるほど。だからといって何使えっていうのはブロマが買っていただいた方しか、何使えっていうか、使ったらあかんものが見えてきますよね。はいはいはい、僕が買ってるやつ、買いたいやつ。そうですね。ということでね、皆さんはどこを目指してますか。うん、三重ですか。なるほど。三重を目指してるんであればね、やっぱりこうドライバーシャフト 8X 使ってる。そうですね。WX とか。ロフト8度ぐらい。ロフト8度で。7.5 ピンピンのやつね。ロフト 7.5 とか8度とかってどうやって球上げるんだろうな。上がるよな、でも。ああ、そうか。スーパーアッパーアップロー。ああ、まあ。オリフリップさせて。まあ、分かる分かりますね。分かりますね。何のための8度なんだろう。だからみんな分かってるやん。ああ、そうか、そうか。だって、市販で売ってるクラブのさ、8度なんてさ、大体。はい。はい、狂気ロフト8度なんてさ、はい、実際は、まあ、実際リアルロフトは実際リアルロフトなんて8度なわけないやん。ということでね、皆さんはまずレディースを打ってみることからお願いします。お攻めぐらいはしてます。え、マスターもケンさんも大丈夫ですかね。いや、もう、はい、いいと思います。大丈夫です、全然大丈夫です。お二人が、ね、あ、そうですね、お二人が大丈夫。これはそれは価値やから喋ったら。いやいやいや、喋るけど、はい、きっかけに本当にぜひレディースはマジで使った方がいいです。面白いですね。使うと自分のスイングレベル分かりますか。ああ確かに。まずね、ほとんどの方がね、まあトシプロは普通やな。ブルージェンプロ、前まで動画出たやつとか。はいはい、とかあ、フージプロもそこまでなかった。前まで動画でもう鬼のようにスライスしかしなかったですよ。レディースシャフトと、あと僕のクラブですよ。あれ最初ずっとペラるんですよ。スイング悪くなるんですよね。なるほど。ペラるって言ったんですね。要はシャフトがしなるわけじゃない、うんうんうん、そのしなりを正しく戻せるアクションがないってことで、ずっと永遠に回ってるってことです。純しなりのまま、そうですね。でも純しなりが正しいっていうやつもたまにいいんですけど、いますね。いましたね。いましたね。見たことあるんで、インスタグラムでまあまあフォロワーがいたティーチングプロが言ってました。純しなりやで、確かに純しなりしてるんですよ、そいつのスイング。あ、そいつが言ったか。俺神やからよ。下界の人間の人は言うやろ、別に。確かにしてたんですよ。ほんまにしてるんですよ。普通のアイアンショットがしてるんですよ。バグってるやんって。すごいっすね。腰回しまくって、回り続けてるってこと。めっちゃ回ってましたね。やばー、めっちゃ回ってました。まあ、ボディターン瞬じゃない。まあまあそりゃそうですよね。出ないですもんね。すごいっすよっていうのがあったんでね、皆さんね、一回レディースシャフト打ってみて自分のスイング、あの引っ掛ける人も一緒ですからね。あ、なるほど。もちろんのことなく、フックしてたり引っ掛ける人も、はい、まあスライスは論外ですけど、はい、0点です。0点、0点だね。ね、そういったのね、こういった動画からね、何かしらただ遊んでるだけじゃないんやで、遊んでんのもしてるんじゃないんやで、見る人によってはちゃんと価値が届けるような動画をじゃあ出してるんで、ただ価値がわからへんやつにはわけわからんコメントしてくるアンチになるんですけど、レッスンしてなかったら、はい、ほら見てくださいよ、
誰が売ってんの誰が売ってんのレディースですね。レディースならばなんでこんな売ってんの。ちなみに、これレディースの今のあのアイアンショットでほとんどの人ドライバー刺されますよ。いや行かれますね。絶対行かれますね。絶対行かれる。確かに間違いなく行かれますね。でもショックになります。ショックを受けると思う。だって俺自信ないもん。あの間違いなく僕言えることはこのレディースの5番アイアンフージュプロにマンブリされたら刺されます。うーわーやばそうですね。それは負けますね。だってもう一回見ましょうかこれ皆さん。うーわー何なの弾道じゃねえ。全然ボールもねじれてない。ねじれないですね。っていうのがね、ハンドアクションを極めていくとこういうふうな形で、まあここまで飛ぶか飛ばないは別ですよ。はいはい、これはもうバケモン級なんで。でもハンドアクションを極めていくと、例えば僕であってもねじれのない球打てるようになるっていう。レディースであっても X100 であっても X100 は振りたくないけど普通に打ててますね。普通に打つのは打てるよ。それだって硬さって分かってるやんか。じゃあどういうふうなハンドアクションを少し入れたらいいかなとかっていうのは、っていうのもやれば分かる。レディースサイドの仕事が分かれば分かるほどそういったも理解できてくるんじゃないかなと思うんでね、皆さんぜひ一度レディース奥さんのとかね、彼女のとか、とかいいですね、はい、とかレディースクラブの7番アイアンとかやったらね、多分あのこう量販店とか行ってもらって、たまに売ってるじゃないですか、安く、はい、売ってますよ、ね、ああいうのを買ってもらったらいい練習器具になるんですよ、ね、はい、僕もあの左用とかでもそれは あるんで、ね、あるんで僕持ってますよ。いつも思うんですよ、9番アイアンにしてくれやって。ああ確かに、なんで7番やねんって思う。シダークラブが7番じゃないですか、はい、シダークラブ7番でやって何が分かるんと思いません。確かに7って難しいですもんね。そう7って難しいですよ、絶対7番だよ、絶対7よ。確かに、シダは9やろ、はい、確かにっていう風にゴルフ界を変えたいと思ってる会長のくらいということで、この WGSL チャンネルを10万人目指して頑張っていきたいと思っております、はい、今夜の動画もね、何かしら皆さんにとって価値があったなって思った方はコメントで、はい、ありがとうございました、グラッテ、ハンキューでも何でもいいんで、はい、コメントいただけると嬉しいです。お願いします。チャンネル登録していただいて、高評価ボタンの方を押していただいた後にコメントで何かしらね、はい、お礼を伝えていただけると私もテンション上がってまたやる気になって、もう余計なこと喋り出すかもしれないです。ポロリがポロリが価値をね、価値をね、はい、文句ちゃうよ、はい、価値を、価値をポロリするかもしれない、はいはい、ということでね、皆さんね、ぜひともまた明日の動画もご視聴いただけると嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。